マッキントッシュクアドラ 840AV は、Apple によって設計、製造され、1993年7月から1994年7月まで販売されていたパーソナルコンピュータである。16インチマッキントッシュカラーディスプレイ、Apple デザインパワードスピーカー、Apple 拡張キーボード2、および Apple デスクトップバスマウス2を搭載した。 マッキントッシュクアドラ 840AV マッキントッシュクアドラ 840AV のロジックボードモトローラ製 MC68040 を採用し 40MHz で駆動したことでマッキントッシュとしては最速の処理能力を達成したこの機種より後のハイエンドマッキントッシュはすべてパワーピシーベースであるため 840AV は最速のクアドラであると同時に 最速の 68K マッキントッシュでもある。マッキントッシュとしては初めて、回帰手であるセントリス、クアドラ 660AV と共に、48kHz の16ビットステレオオーディオの再生、録音機能、S ビデオとコンポジットビデオの入出力機能を搭載した。ビデオの再生能力を高めるために、標準のグラフィックス用とビデオ専用の2つのフレームバッファを使用している。 これにより入力されたライブ映像をマッキントッシュのユーザーインターフェースの中でスケーラブルなウィンドウとして表示することができる。また、マッキントッシュは音声認識をサポートした最初のパーソナルコンピュータでもある AT&T-C3210 デジタルシグナルプロセッサーを採用し 66.7MHz で駆動している。主にオーディオ。 ビデオ処理の高速化を目的としたものであり、アップルジオポートテレコムアダプターキットでは、モデム、ファックス、テレフォーニーなど、DSP を使った通信機能が多数実現した。しかしプログラミングが複雑なため、他にこれを利用している Mac 用ソフトは数少ない。先行する m a c ン i n t o s h i q a d 8 0 0と同様の外観である。ハウジング、シャーシ、電源装置。 および内部ストレージアセンブリは同じだが、フロントパネルとリアパネルが変更され、電源ボタンが後ろに移動している。クアドラ800に存在したプロセッサダイレクトスロットと2つ目の ADB ポートがないが、デブスロットと新しいジオポートが搭載されている。メモリは4、8、16、32メガバイトの72ピン60ナノセカンドシンを 最大 128MB まで装着できる。ナショナルポストのジョナサン・シェブロー氏は1993年8月7日、クアドラ 840AV とセントリス 660AV は新しい SGI インディーに次いで興味深いマルチメディアコンピュータだと述べ、アップルはデスクトップマルチメディアという一大産業の誕生の最前線に立つことになった。 バイト氏のベントンプソン氏は1993年9月にアップルとシリコングラフィックスはオーディオとビデオの入力をその2つのマッキントッシュとインディーのデスクトップ PC のデフォルト機能として設定した先駆者でありビジネスマンのコミュニケーション方法を変えることができると述べた新しい AVMac はゆっくりとしかし安定した段階的なテクノロジーの更新という アップルのトレンドを打ち破る驚くべき飛躍的な機能を備えていると語った。彼は 840AV を総合的に最も早いマッキントッシュとしてテストし、その理由をスカジー、シリアル、イーサネット、サウンド用の専用ドマチャンネルなど AV シリーズの根本的に新しいハードウェア機能にあるとしているが、スカジードマの性能はシステム7のレガシーアーキテクチャでは、 ピンクやコープランドのように、マイクロカーネルベースで OS を完全に書き換えない、限り、完全に失われると指摘している。また、テレコミュニケーション、プリントツーファックス、音声認識、ビデオキャプチャーなどの豊富な AV 機能を試してみたが、驚くほど互換性に問題がなく、生産性が向上したことを評価している。マッキントッシュクアドラ百四十 a v テクニカルスペシフィケーションズ、 サポート .apple.com 2021年3月28日閲覧。Apple サービスソース、マッキントッシュクアドラ 840AV。Apple、2021年4月6日閲覧。シュバロ、ジョナサン、ザ・マルティメディア・フロンティア。 ナショナルポスト、https コロンスラッシュスラッシュ www.newspapers.com スラッシュイメージスラッシュ512821840スラッシュ2021年3月5日閲覧。ありがとうございます。